The further we move on from all those yesterdays, happiness gets nearer. The light that we see closing in so fast ahead, it's hope, it's getting clearer. The more I think of all the tough times we survived, the more it makes me smile. If nothing's broken us, then nothing ever will, 'cause dreams are hard to kill.今日は久々のこの焚き火台の出番だね。うん、やっぱ大きいからさ、この安定感があるというか、安心感があるというか、カンナクズ。でもこれ結構いるもんね。いる。最初はさ、うん、なんでこんなにこの人持っていくんだろうと思ったけどさ、いる。結構いるよね。必要だねこれ。今なら分かるでしょ。うん。よかったね。いいでしょう。この百均のほら、このお尻マット、やっぱいい。うん、ダイソーだったっけこれ。セリアだったっけ。ダイソーじゃなかった。結構いい。今日はちゃんと靴下履いてきたんだね。ああ履いてきた。寒かったし、ダニに噛まれたし。そうなんです。前回ね、うん、めちゃくちゃ痒かった。そう、二人ともね、足首をすごい噛まれてね。うん、ワークマンブーツ、はい、購入いたしました。でも早く来るといいね、時間的な余裕は。今日はね、早かったもんね。今何時？5時。うん、もうでも一気に暗くなるよね。あ、なるなる。今夜ご飯の仕込み中です。こっちは肉、肉、豚肩ロースです。おー、のビートの内藤さんの奥さんがしてたの。似たようなの。似たようなの。全く一緒じゃない。寝かしてはないやつ。寝かした。寝かしたの。うん、いい感じね、吹いてきたね。吹いてきた。まだ吹いてないよ、でも。いや、吹いたよ。嘘だ。うん。あ、本当だ。ね。ちょっとぐちゅぐちゅってなってるね。うん。で、これをじゃあひっくり返しますね。ほい。え、ひっくり返すんだ。ね、ひっくり返して結んだよ。へぇ。これをやって寝かせます。ちょっとの間。ちょっと最初蒸しちゃったんだけど、うん、本当は最初にこうやって焼き色をつけてからアルミで包んで蒸すのがいいんだけど、うん、ちょっと逆になっちゃうんだけど、焼き色をつけてみます、表面に。表面をパリッと焼くわけ。うん、鉄板の下に火を置いてもらってます。あったかい。なんかぼーって見ちゃうよね。うん、火をね、癒される。めっちゃあったかいわ。私たちの他にあと2組いらっしゃってますね。はい、表面に焦げ目がついてきたね。うん、焦げ目っていうか焼き目。そうそう、焼き目。表面に焼き目がついてきたけど、中まで火が通ってるかどうかが怪しい。そう、怪しい。知らない。暑いよね。絶対暑いよ。こうやって目の前にあるんだけどな。つけたり外したりが面倒くさかった。ああ、出た。性格が出ました。ハサミ虫がいた。
こいつも冬支度かな。もういいんじゃないかなと思って。おお、ね。ホクホク。やっぱり肉汁が、ああ、多分大丈夫かも。いい感じっぽい。うん、肉汁も。どうですか。待って。いやー、すごい。いい感じ。ごめんね、こっちの方が切りやすいからちょっと見にくいと思うんだけど。まあ、いい。うわ、すごいね。いい感じに焼けてるわ。上手じゃんか。すげえいい音。これ油が出てきてるね。そう、油があって下に。もうさ、うん、アルミの中に油がもう落ちてるからさ。うん。私の精いっぱい。すげえ。ステーキだ。はい、よいしょ。これに、豚肩ステーキ。肉汁は、手作りのタレ。うん。うわあすごい。結果代だ。結果代だ。なんでしょ？こんな感じで。はい、出来上がり。わあ。あったかいものがいいかなと思って。うんうん。うわあ凄まじいな。いい匂い。これはすき焼き用ね。あ、すき焼きなんだ。そう、すき焼き。あ、でここで食べるの。そう、ここで食べようかなと思って。あったかいし。そういうことね。あ、ダメ？いい。こっちでよくない？うん。たまにはこの食べ方。新しいね。はい。はい。あ、ご飯。うん。はい、ご飯オープン。オープン。おお、いい感じ。ちょっと冷えた。乾杯。はい。僕はジュースで。乾杯。乾杯。いただきまーす。おいしいけど保冷剤持ってこの忘れて、うん、あんまり冷えてない。うん、じゃあ百花大台かけて。百花大台私大好きなんですよ。おいしいよね。うん、マジ大好き。あまりつけるとあるか。いただきます。はい。うん、おいしい、うん、火通ってる。うんいい感じ。まだ百花大台つけてもいいわ。おお。すき焼き。寒いから鍋にはしたかった。で、家に白菜と豚肉があったから。うん。おいしそう。いいね。湯気が出てるよ。わあ、いい感じ。冬って感じ。美味しい。うん、美味しい。あったか。うん。もうちょっとあったかくなってもいいな。ああ、そんな感じなんだ。ちょっと冷めてる。うん、あ、じゃあ待って、火を入れるわ。うまっ。美味しいよね。うん。800円も買ってるじゃないですか。800円。うん。よかった。俺のリンクを通ってから行ってきて。後から試しにあのタイムラプスを撮ってみようと思ってるんですけど、うん、月がね明るいからもしかしたら星が映んないかもしれない。でもあの月ね、あの夜の12時ぐらいには多分沈む、ね、あ、そうなの。昨日もそんな感じだったから、うん、昨日あの私魚釣りに行って2時まで起きてますから。そうなんですよね。仕事終わってそのまま。好きだよね。2時まで釣りして、うん、4時半に起きて、うん、釣りして、うん、帰ってきてちょっと寝て、うん、キャンプ。元気だ。どんだけアウトドア好きやねん。炎だな。お湯を沸かします。うわ、風が出てきた。不便でなきゃ。ランタン手元明かりすごい優秀だね。本当だね。うん。持ち運べるし、結構灯油で長いことも置いてくれるし。うん。
そして次第に夜が更けていく。今の気温は7度って書いてあった。実際測ってはないんだけど、あ、スマホで、うん、でも7度かな、違うよね。こんな7度っぽくなくない？7度ってまだ寒くない？今10度だそうです。昨日何時に寝たの？昨日は11時半とか過ぎた。よかったんだね。あ、お湯沸いてるんだ、そっちで。沸いてるよ。こっちも結構火がいい感じになってる。はい、はい、ありがとう。洗ってきます。とりあえず4つしてみました。これを焼いていきます。どうしよう、あ、まあ、これはこのままでいいか。じゃあもらって、お芋はこっちに。こんな感じがいいかな。ラララララ、いいかもよ。ね、うん、
くずのお布団で芋をじっくりポコポコ。他もね、うん、詰まってないですよ、うん、出てこない。でもそんなんいらないもん。あ、来た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 。おはようございます。今日もご出勤でございます。あーおはよう。しっこしてる。かわいい。テントスカートがないからさ、うん、いただきます。いただきます。でも真冬でもやっぱ来る人は来るんだって。うん、で聞こえてた？心配になるってやっぱり、うん、生きてるかなって思って、で夜中ちょっと見に来るんだって、うん、そしたら真ん中に寝転がって空をずっとこう見てんだって、うん、何してんだろうって思うって。真冬に、うん、なんかそういうやっぱり楽しみ方をされる方もいらっしゃいますよって言ってた。うん、あれこの間の子、あれあの子また生まれたばっかかな。でもめっちゃちっちゃくないけ。うん、ちっちゃ。この子が22日に生まれた子だった。あー。うん、見てみようね。どうかな。ちっちゃい芋はね、いい感じに焼けてたけどね。あ、大きい芋もいい感じかも。あ、熱っ。それでは見てみましょう。あげます。あ、いい感じだよこれも。わー、すげえ。どう？うん、美味しい。甘い。うん、ちょうどいい。甘い。なんかそういうの敏感になってきた、ね。焦げてないところの皮を食べてもいいかもね。うん。要は満足じゃ。美味しかったね。美味しかった。楽しかった。美味しかった。美味しかったね。うん、でも寒かった。昨夜は多分昨夜の気温が一桁台じゃなかったかな、うん。夜はそんなに寒さを感じなかったけど。風がね、すごかったよね。うん、すごかった。途中分かったよ。でこの間買ったこのランタンなんですけど、一晩使ってみて結構良かったですね。良かったね。やっぱ言ってた通りもう一つ必要かなっていうね、もっと欲しい感じだったね。はい。で一晩使うとさすがにこの小屋がちょっと黒いすすで、うん、真っ黒になりました。まだキッチンペーパーとかあの濡らして拭いたらさ、うん、簡単に取れるから帰ってからも買えそうですね。はい、そして焚き火台で初めて焼き芋をしてみました。美味しかった。うまくいったね。意外に上手にできた、うん。まあ、うちのこの焚き火台だと燃えるのが早すぎてね、あの薪があのすぐ燃え尽きちゃうんだけど、
焼き芋をするときは下にねアルミホイルを引いて焚き火をするとちょうどいいかもしれない。じゃないとさ、そのほら薪のさあの灰の中に焼き芋を入れたいから、うん、あの灰が全部落ちちゃうからさ、うん、あの網の下に、だからアルミホイルを敷いて上に薪を敷いて、で、ある程度燃えてきたら中に焼き芋を入れると美味しい焼き芋ができると思います。はい、で、キッチンペーパーをちょっと濡らして、うん、キッチンペーパー20巻ぐらいがちょうどいいかもね、うん、今回は1巻だったの、うん、1枚巻きでしたけど20巻ぐらいがいいかもね、うん、いいかも。1巻だとキッチンペーパーが燃え尽きてた、うん、まあ、火力が強いのもあったかも、うん、いや寒い、ね、寒いよね、うん、寒い、マジ寒いだって、本当に寒いんだって。今朝の8時で、うん、もうちょっとでね、あと日差しが降り注いでくれると思うんだけど、朝起きた時より寒いもんね。あ、寒いかもね、ね、すっごい、もうほら、うん、あ、本当だ、普通でしょ、うん、いいね、自分いいね、あ、なんで暖かいよ、ここ信じられるすごい暖かい、信じられる、こんな私冷たいのに、汗冷たいでしょ、もう暖かいよこっちに来ればの人も友ないからねあるかな、ジンジンしてきてるもん、もう私、そうだね、うん、寒すぎて、うん、もうジンジンしてる、こっちもなんか暑すぎてなんかヒリヒリしてきてるむかつく温めて、はい、はい